それではセッションを始めます。セッションタイトルは Visit to PyCon and Information on the Hot Springs from the Asian Countries というタイトルになります。発表者は吉田俊介です。このセッションの概要はこちらです。プレゼンテーションは英語と日本語で記載しています。日本語で話します。自己紹介とカンファレンスに行く動機、まあ、今までに行ったパイコンの紹介、それから今後のパイコンといったところで話していきます。私、吉田は、パイコン JP のアソシエーションのボードメンバーとなっています。パイコン JP は、日本の一般社団法人になっていまして、無給で、所属していると。という形になっています。PyCon JP のスタッフは2014年からやっていまして、PyCon JP のカンファレンスの座長を2017年から2019年に行いました。それから Python ブートキャンプというイベントのティーチングアシスタントを行ったこともあります。それから個人的に参加しているものとして Code Lag という日本のローカル Linux ユーザーズグループがあります。こちらは毎月勉強会を開いているもので、先日第240回を迎えました。それから最近はコロナのため開催できていませんが、OSUNC 川越というライトニングトークイベントのスタッフもしています。こちらは年次で開いていました。また、東京エリアデビアン勉強会、デビアン JP というデビアン OS の関係の勉強会に参加もしています。まあ、Twitter や Facebook は小江戸吉田というアカウントでやっています。PyCon JP ですけれども、目的としては、Python ユーザーが集まり、Python や Python を使ったソフトウェアについての情報交換、交流をするためのカンファレンスです。PyCon JP の開催を通じて、Python の使い手が一堂に集まり、Python にまつわる様々な知識や情報を交換し、新たな友達やコミュニティとつながり、仕事やビジネスチャンスを増やせる場所とすることが目標です。Python ブートキャンプですけども、これは初心者向けの Python チュートリアルです。半日、およそ4時間程度、講師、ティーチングアシスタントと受講者が実習形式で開催する勉強会です。で、日本各地で現地で開催していまして、この右上の地図にあるところで開催、また開催予定だった。というところになります。詳細はこちらのブートキャンプの URL に書いてありますけれども、PyCon JP アソシエーションで、講師の派遣費用などを、サポートして、全国で開くということを、頑張っています。それから、仕事としてはミラクルリナックスという、LinuxOS のユーザーコミュニティの英語化で座をしています。ミラクリナックスというのは、商用の Linux ディストリビューションで、日本で開発、サポートされていまして、サイバートラストという私の勤務先の会社で、開発、サポートしています。から、私の趣味なんですけども、私は、カンファレンス等の旅行に乗じて、温泉に行くことが、大好きです。今日はそれを紹介します。今回はここ数年で私が現地に行ったカンファレンスと良い温泉を紹介します。技術的な話はありません。主にコロナ前に旅行した日本、アジアの話、パイコン関係及び温泉の話ですが、最近アメリカにも行ってきましたので、そのお話を紹介します。
コスカップに参加する人たちはアジアやアメリカのカンファレンスに行くこともよくあると思います。その時にこんな楽しみ方もあるんだというのを知ってもらえると良いかと思います。コロナ前に日本では多くのカンファレンスが各地で開かれていました。また、今年になってまた現地で開催されるカンファレンスも増えてきています。私が参加した主なパイコンのカンファレンスと温泉を紹介していきたいと思います。日本のパイコン、主なものとしてはパイコン JP。 これは日本で最もたくさんのパイソンのエンジニアが集まるカンファレンスです。パイコンミニ札幌、こちらは札幌北海道で開催されているパイコンです。パイコンミニ広島、これは広島で開催されているパイコンのイベントです。パイコン九州、これは九州地区や沖縄で開催されているパイコンになります。パイコンミニ札幌は北海道札幌で開催されたパイコンで、2トラック構成で1日開催されていました。ベストトーク賞の選定発表がその場で行われるなど、とても精力的に開催されていたイベントになります。T シャツやグッズ、それから懇親会など、たくさんのことが現地では準備されていました。リアルでの講習が楽しかったイベントですね。で、カンファレンスが終わった後、北海道で訪問した温泉がいくつかありますが、まずは豊平峡温泉を紹介します。こちらは札幌からバスで80分程度、大自然の中の温泉です。ここに映っているのは、わずかで、とても広い温泉です。こういう感じの玄関ですね。ちょっと私が映り込んでいますけども。で、ここでの名物は、カレーで、私もバッチリ、食べてきました。なんか、あったりとか、まあ、ご飯も確か選べたはずです。その他に、北海道の、丸駒温泉というところも割と行きやすいところで、支笏湖という、湖のすぐ近くの、温泉で、千歳空港からだいたい1時間くらいのところにあります。で、こちらの温泉は、日本人を守る会という会の会員になっています。秘湯とは何かなんですけども、秘湯というのはですね、主に日本の山奥や、まあ、陸の孤島といった交通の便が非常に悪いところにあったりとか、古来のまあ偉い人や、修験者、修行をする人などが、使っていた、秘密の温泉など、ひっそり人知れず秘境の地に湧いている温泉のことを指しています。日本人を守る会ですけども、こちらはやはりこういう行きにくいところにある温泉宿がたくさん加盟している団体で、まあ、日本の温泉で、とてもいい温泉なんですけども、なかなか行きにくいところというところがお互いに、協力してやっていきましょうというところになっています。ここは、ここに加盟している温泉はすごくいい温泉が多いです。で、パイコンミニ広島ですけども、これは広島で、開催されているカンファレンスです。ミニ広島の開催の様子ですけども、これ、カンファレンスのスタッフの皆様や、
広島の厳島神社をかたどったアイシングクッキーなどが提供されています。これは1トラックでの開催でしたね。パイコンミニ広島の翌日には、酒祭りというのが開かれている日に、設定されて、開催されていました。この酒祭りというイベントはですね、広島には多くの、酒蔵、日本酒を、作っている、場所がありまして、そこが、共同で、お祭りをするというイベントです。振る舞い酒があったりとか、有料シーンがあったりとか、その広島のお酒を使った美酒鍋といったような鍋料理があったりといういろいろお酒を楽しめるイベントが開催されていました。それから温泉なんですけども、いくつか行ったところがありますが、例えば広島県江田島市にあるシーサイド温泉の海というところがありまして、こちらはとてもいい景色で、この海に沿ったところである温泉なんですけども、残念ながらこれ老朽化により廃業してしまいました。まあ、ちょっと老朽化しているのは写真からもちょっとわかるかなと思うんですけども、またちょっとコロナとかが収まったら復活してくれると嬉しいですね。それから、天然温泉ホットカモという、これはちょっとビルのような形になっているところにある温泉なんですけども、こちらの温泉も近くて、屋上の温泉を楽しむことができます。こちらにも行きました。それから、パイコン九州2022、熊本。こちらは、今年になって、九州で、熊本で開催された、パイコンになっています。はい、こちらがパイコン九州2022の様子です。コロナが落ち着いてきたタイミングで、現地で久々に、パイコンが、開催されたということで、多くの方が、九州に来て、熊本に来て参加していました。ツートラックの開催で、セッションが開催され、右にあるような、T シャツや、本などを、当たる、プレゼントの抽選、会というのいったようなものも開催されていました。それから、熊本の温泉なんですけども、熊本は大変多くの、温泉があります。私が、今回行ったところは、熊本上天草にある由楽亭という、温泉で、こちらも先ほど紹介した、日本人を守る会に入っている、温泉で、この湯の花がとても、印象的な内湯ですとか、外の方には、このまるで洞窟のような、ものが映っていると思うんですけども、こちらですね、洞窟温泉というふうになっていまして、これ全部手掘りで、掘った温泉があるということで、こちらにも入れるという、なかなか珍しい、他に見たことがない温泉になっています。それから、熊本には他にもたくさん、温泉がありまして、私が以前行った、黒川温泉というところ、こちらにも、たくさんの旅館があるんですけども、その中の一つ、麓旅館というところは、日本を人を守る会にやはり所属していて、こちらもとってもいい温泉です。この黒川温泉の、たくさんの湯船のこの下写真ですけども、これ実際に私が全部行ったところになりますね。で、こちらの、黒川温泉は、24カ所の、旅館があるんですけども、こちらをすべて巡ると、黒川温泉湯巡り達人認定ということで、認定のタオルをいただくことができます。で、こちらが私が以前に行った時の認定タオルというふうになっています。
本当にここはいい、温泉がたくさんあります。さて、次にアジアのパイコンの、紹介と、温泉の紹介ということになります。アジアでも、多くのカンファレンスが開かれています。私は主に2017年から2019年にかけてパイコン APAC を中心に参加してきました。パイコン APAC ですけども、パイコンの、アジアパシフィック地域での、共通の、大きなパイコンを開こうということで、持ち回りで開催しています。私が最初に、スタッフをやったパイコン APAC 2014は、日本で開催されました。それから、最近、私が言っていたものとしては、パイコン APAC 2017、クアラルンプール、マレーシアですね。で開催されたもの。パイコン APAC 2018、シンガポールで開催されたもの。パイコン APAC 2019、フィリピン、マカティで開催されたものというものがありました。パイコン APAC 2017ですけども、こちらのようになっていまして、そうですね、この写真でちょっと右側手の奥の方に私の顔も写ってるんですけども、たくさんの方が現地で参加されました。こんな感じで、APAC ランチミーティングという形で、各国の Python の関係者、特に PyCon の主催者の人たちでのミーティングというものが、よく開かれています。パイコン APAC 2018ですね。こちらは、シンガポールで開かれました。これ有名な空中庭園ですね。なかなかすごかったです。はい、こちらがパイコン APAC 2018シンガポールでの写真。ランチの風景の写真ですね。こんな感じで、ランチタイムでした。こちらが、シンガポールにある温泉ということで、ちょっと行ってきたんですけども、湯の森温泉と言っている、スパですね。が、シンガポールの野球のスタジアムの中にありまして、ただちょっとこれは写真にはちょっと残せてないんですけど、ちょっと日本人的には温泉とは認めがたい、ところになっていまして、ちょっと温泉の色が、湯の色が、ちょっと紫色で、これは明らかに温泉の素が入っているなっていう感じの、色でした。ただシンガポールにあるので、日本の温泉の法律に温泉法は適用を受けないので、いいか、温泉と言ってるから温泉だということにしておきましょう。はい、次に、パイコン APAC 2019ですけども、こちらは、フィリピンのマカティで、開催されました。このように、いろいろな、展示があったりとか、懇親会の、食べ物があったりとか、あとこちらでもパイ APAC のコミュニティ、ミーティングが同様に開催されていました。で、こちら、いろいろなところで、パイコン APAC が開かれているんだねよという、これ、地図になりますね。はい、こちらは、フィリピンにある、温泉スパの、様子ですけども、こちらの温泉はちゃんとした温泉です。い。いい温泉でした。で、こんな感じの温泉ですっていうようなカードもありました。実際にはこれ中にあったのはビルの中なんで、開放感とかはちょっとあんまりなかったんですけど、いい温泉です。に、パイコン台湾ですね。19年のにも参加してきました。で、こちらは、LT で、プレゼンテーションで発表している様子です。
こちらが、開催の様子で、これもなかなかいろいろな、発表があって面白かったです。で、面白かったのが、パイコンのそのスタッフによる、チェロの、演奏がありまして、こんなイベントがあるのは初めてでしたね、パイコンで。それから、パイコン台湾の時に、台湾の民中温泉博物館にも行きました。こちらはもう本当に博物館で、温泉に入れるというものではないんですが、この周りにはたくさん温泉がありまして、そこに入ってきました。例えば台湾の、川湯温泉ですかね。こちらは、裸で入る日本のスタイルに近くてとってもいい温泉ですね。あと、この建物とかもちょっと昔の日本風という感じです。その他、たくさん多くの場所に訪れましたが、他にも台湾にはたくさん温泉がありますね。こちらの、山の林と書いてある、温泉ですけど、こっちも温泉で行ってました。それから、最近行ったところの紹介になりますけども、今年の4月末から5月にかけてアメリカで開催されたパイコン US に参加してきました。パイコン US が3年ぶりにリアルで開催されまして、場所はソルトレイクで開催されました。そしてその場で PSF コミュニティサービスアワードというものの授賞式がありまして、そこに参加してきました。パイコン US ですね。パイコン US の参加者数ですけども、1747人が現地参加。で、オンラインで655名が参加という形になっていました。また、多くの、初めての参加者の方もいらっしゃいました。で、その場で、PSF コミュニティサービスアワードの、授賞式がありまして、こちらの、クリスタルボードをいただきました。このアワードなんですけども、Python ソフトウェアファウンデーション PSF からアジア圏初の受賞になっていました。こちらは日本での商標問題の解決に向けての協力ですとか、それから PSF がコロナ関対応で財政的にちょっとピンチになっていた時に、日本から2万5000ドルのチャリティーを開催して、チャリティーイベントのスポンサー収入や参加者収入について PSF に寄付したというようなことによって PSF がちょっと助かったというところがあり、それ総合的に授与いただいたものというふうに考えています。さて、アメリカといえば大きいというイメージがありますけども、なんと、世界最大のプールがアメリカにあります。長さは123メートル、幅30メートル。で、100万ガロン以上という大きさで、ワールドラージェストホットスプリングプールということで、グレンウッドホットスプリングスプールというのが、ソルトレイクから、近いといって、でも電車で12時間とかそれぐらいのところにあるんですけども、行くことができます。こちらが、この世界最大の温泉プールの様子になっていて、昼間と夜の様子ですね。それから、この近くにあるアイアンマウンテンホットスプリングスというのもありまして、こちらは川向かいで向かい側にアムトラックなどの鉄道が走っているのが見えるとても眺めがいい温泉でおすすめです。で、日本の温泉スタイルに近いんですけど、こちらは、もう、水着着用です。で、温度的には日本に近いですね。だいたい人、これ華氏なので、100度が人間の体温ぐらいなので、94度から106度ぐらいのところの温泉になっています。好きなところを選んで入るという感じですね。
今後のパイコンについての紹介です。パイコン JP 2022は、今年の10月14日から16日にかけて、東京有明のコンベンションホールで行います。で、現地開催を予定しています。ぜひお越しください。で、日本入国についてなんですけども、現在ですね、日本は個人での観光での入国ができないという状態になっています。で、条件はとても複雑で、陰性証明も必要です。で、徐々に緩和されているので、最新の情報は政府のウェブサイト等で確認をお願いします。ちなみに私が日本からアメリカに行ったりとか、アメリカから日本に帰ってくるときも、日々、どんどん入国、出国のために必要な事柄が変わってきていて、とても大変でした。パイコン JP が開催される10月には入りやすくなっているといいんですけども、ちょっと今後の状況を注視しましょう。そして、パイコン APAC が、今年は台湾であります。こちらはバーチャル開催です。今後のパイコンの紹介です。パイコン JP 2022は、2022年の10月14日から16日に、東京で開催します。パイコン APAC 2022は、9月3日から4日に、台湾で開催されます。基本的にオンラインで参加可能です。PyCon US 2023は今年と同じくアメリカソルトレイクで、来年2023年の4月19日から13日に開催されます。これらの Python イベントは Python のイベントカレンダーという URL で確認することができます。また、自分が開催する Python のイベントがある場合は、こちらに登録するようにすると、世界の皆様から見てもらうことができますので、非常に便利でしょう。というところで、私の発表を終わりにします。ありがとうございました。